ボルト。調子に乗るなよ、加藤氏。おつつき。チャクラがほとんど残っておらんのか。よし。ボルト。まだだ、青き瞳の少年よ。あれ、美月、俺、カーマ、想像以上に危険な代物みたいだね。まだ起きないのかよ。もう丸二日だぞ。パパ、早く起きて。まったく。助かったのか。やっとお目覚めかよ、補正っつーの。お前らもあの場所に。みんなは無事なのか。ああ、カマキにも知らせてくれ。あ、ちょっとボルト、病院内で走っちゃダメ。サスケ君、ここにいたのね。ナルトも意識が戻ったそうよ。血中のナノマシンが拒否反応を起こしているかもしれません。おい待て、それなんだ。安心して、ただの鎮痛剤よ。本来あるべき適切な処置を施せればいいのですが。どうせそう簡単に死にはしねえ作りになってんだ。カキ、父ちゃんが目覚ましたぞ。本当か。これで揃ったみてえだな。鹿丸さん、こんなところまで押しかけてすまねえな。大筒木の一族と見て間違いねえんだな。ああ、いたのは時空の向こう側だ。無理もない。座標を書き換えられてしまったのかもしれないね。俺たちが戦ったのはボロってやつだった。サラダが千鳥で仕留めてくれなきゃ。さすがにヤバかったぜ。そのボロが言ってたんだけど、村の連中は伝染病に恐れをののき、救いを求め始める。そう言ってた。その件については調べてみる必要がありそうだね。忍術じゃねえ、体内で生成した本物のウイルスだ。最初に戦ったビクタにディーパー、過信孤児とかいう仮面の男、デルタにボロ、あと一人コードってやつだ。いつも薄ら笑いを浮かべた不気味なやつってこと以外はな。当事者であるお前が何も知らねえなんて妙な話じゃねえか。どうして自分が器と呼ばれてるのかも知らねえってのか。あんたは器、その体はあんたのものじゃない。俺以外にも大勢連れてこられたが、アマドの実験の途中でほとんど死んじまったからな。そこまでにしろ、鹿丸。とにかくみんなが無事で何よりだ。まあ最後の方はなんかぼんやりしててよく覚えてねえんだけどな。時間よ、カワキ君とサラダは病室に戻って。じゃあね、後でまた検査に来るから。お前本当に覚えてねえみてえだな。え？カーマがお前の全身に広がって、お前の額に角が生えたんだ。俺みたいにな。次元が俺のところに来た時、あいつを倒さない限り。神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。俺はもう普通じゃないってことか。頭には角みたいなのが生えて、あと右目が白眼になってた。まるでボルトじゃないみたいに。ね、美月。うん。一体ボルトの身に何が起きてるの？ボロがボルトを見て言ったんです。大筒木桃式の器よ。パパ、あいつ大丈夫なのかな。大丈夫だ。だが
モモシキがなぜカーマをボルトに与えたのか疑問だったが、その推論が正しいとするなら、カワキもまた誰か他の大筒木が復活するためにカーマを刻まれた。俺の目には次元自体も何か別の存在の器のように。ああ、いたいた。やっほー。俺見舞いだ。あ、お前にじゃねえよ。入院してねえだろ。お前七代目の救出に一役買ったんだってな。遠慮なく食べちゃったよ。どの味か選んでいいぞ。じゃあカスタードで。ほらよ。くそめさて、じゃあそろそろやりますか。おお、おお、しゃあここからまくるぞ。カワキ君はまだ安静にしていないとダメなんですからね。ガキ、またな。バイバイ。なあ、何？鎮痛剤打ってくれねえか。もしまた痛みが出るようだったらいつでも言ってね。ああ。じゃあ何かあったらいつでも呼んでね。だからお前はカマキを信用しすぎだって言ってんだ。少しは認めてやってもいいんじゃねえか。それが甘いってんだよ。またいつ何時里が襲われるかもしれねえんだぞ。もはやただ人では折れぬのだということをな。安心しろカワキ、大丈夫だからよ。このままだと